あ、いた。タイさん。えい。タイさん、あのバイクのカスタムアップグレードやりませんか？ああ、やりましょうか、うん。せっかくなんで。この水色の。確認してきます。アップグレードするのか確認してみます。はい、うん、このバイクはアップグレードしますか？全部フルカスします？アップグレードされてない？これ。あ、ちょっと、あ、確か見てみますね。この死をね、消したいの一旦。マゴリさんにこれ消せるよって教えてもらったから、うん、多分消せると思います。したい。死消すのってステッカーじゃないですかね。あ、ステッカーなの。確かステッカーだったと思うんですよね。トムちゃん死ダサいっすよね。ダサい全然嫌。この街来たての時に買ったやつだから。あ、白鳥ドラッグ買えなかったんですよね。あ、できないか。この間もお姉さんがこれ乗ってきて、うん、最初知らなかったんで趣味でつけてると思って触れなかったんですけど、あ、いや、趣味です。いや、これダサいから消したいんですよねって言ってて、うん、あ、触れていいんだと思ってああ、よかった、それダサいと思いましたみたいな、ね、初めて見たら確かにこれね、その人の趣味っぽいですよね。そうそう、触れられないんですよ確かっこいいと思ってつけてんだったらどうしようかなと思って。とんでもなくダサい。あ修理お願いします。はい、洗車します。これ、うん、つばめさんが自分でやったらいいんじゃないのね、確かにそうですねせっかくね、メカニックなら。ああ、まあ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 、多分メカニックの道具ね、あれ持ち歩くのめんどくさいからね。いや、そうですね、重いしね。数が多いよね。かわいい、このステッカー。剥がしてやる。剥がしてやる剥がしてやる、これ違うのに切り替えとく。アンブレラとかに変えとく。ありがとうございます。どっちに請求出します？ツバメにお願いします。はいはい、ありがとうございます。大佐、いいえ、ありがとうございます。超助かりました、楽しかったですか？楽しかった。もう、どこら辺行ってきたんですか？牧場で、そう、牧場でちょっと大佐、これですか？牧場で豚に囲まれながらですか？僕た、はい、いや、半分それです、半分。先っぽだけですけどね先っぽだけこれですか？先っぽだけそれ、これですか？本当か？なんか割れた。豚に見守られながら。ああ、これですか？はい、やりますね。ほんまか嘘よ、いつ知らない間にってこと？あ、そうそう、服屋で、なんで乗るなんで乗るんですか？大佐がこう乗ってっちゃいそうですね。激しすぎ。これからカジノの上に行ってきます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。何丸何号室にする？303が一番いいかなって思って。303風呂綺麗だからな。どういうこと？何しに行くんだ何しに行くんだ？え、何しに行くんだねえ。めっちゃ仲良しだったり花さんの衛生は大丈夫ですか？なんかみんなコラって言ってます。コラって言ってますか？花は知らなくていいよってみんな言ってます。あー、なるほど、ね、どういうことですか、詳しく。いや、あいつらが悪いんでね、今の二人が意味深なこと言うから。意味深？ええ、さっきの妹なんですか？さっきの妹は、うん、頑張ろうみたいな妹ですよ。あれ、頑張ろうみたいな妹。そう、人を応援するときにね、使うやつです。あ、応援するときに使うやつ。そう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 、なんかほら、手振るとかさ、拳をこう振り上げて頑張れみたいなのあるじゃない、うん、ありますね。あれ似てない？だってこのシャカシャカシャカみたいな、シャカシャカシャカ動きが、ほらほら、こうやって、これ頑張れっていうのですか？そうそうそう、いけいけいけっていうことだから、うん、ドック、うん、これ頑張れって意味ですか？頑張れですね。衛星荒れてませんか？なんか衛星荒れてます荒れてなんかめっちゃコメントスピード速いですけど、どういうことですかこれ？衛星荒れてました？衛星荒れてました？あれってか、なんかやばいみたいなやつ、やばいやばいってなってた。なんだろう、衛星の人に聞いた方がいいでしょ。でも衛星の人だったらお前ら何なのか答えろよっていう。え、これ頑張れじゃないんですか？頑張れでしょ。いや、だから俺は頑張れだよって伝えてるけど、うんうん、なんかみんな的にそう違うっていうんだ、じゃあこれ何なんだっていう話だからね。なんかプリーズ言った方がいいとか言ってますけど、そんなやばいんですかこれ、もしかしてこの妹。いや、大佐だって日常的に使ってるし。あ、そうですか、うん、これ結構みんな日常的に使うやつなんですか？ルルさんとか使ってたよ。あ、ちょっとルルちゃんに聞いてみよう。うん、聞いてみ。
皆さん応援したいね、いつも。そうそうそう、俺は一応応援っていうので聞いて使ってるから、うん、うん、大丈夫だよ。じゃあちょっとやってみよう、うん、ね。なんか市長に怒られとか言ってますけど。え、なんかセクハラ罪とか言ってるんですけど、これ花さんは別にそんなことないよ。あ、そうですか。うん、ちょっと衛星の民の質が悪いんじゃない。あ、そうなんですか。衛星の民の質が悪いんですか。衛星中継のご覧の皆様の、ブスってみんな、ブスって大佐がそう言ってますよ、みんな。怒ってる、怒ってる。怒ってる、怒ってる、怒ってる、怒ってんだ、うん、怒られてもな、怒られてもな、だけどな。バルスって言われてます。バルス、もうサングラスしてるから聞かねえよ。みんな怒ってる、みんな怒ってんだ、うん、なんでだろう。そうです、角度、タイヤの角度。こんにちは、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今大丈夫ですか。大丈夫ですよ。修理と色を塗ってほしくて、うん、OK です。で修理します。大佐、色替えを。はい、色はちょっと殴っちゃう、殴っちゃう、やばい。あ、いいですよ、声なさい、声なさい、いいパンチだ。大佐セレクションにしてほしい。セレクションですか。これカジノの景品として並ぶ。あーですね。あー、そうなんですね。あ、そういうことですか。そうなんです。いや、すいません、殴ってしまって。あ、いえいえ、この残り時間で決めろっていうんですか。はい、途中5分。ちょっと待ってよ。すいません、15分だけ待つので、はい、あの、すぐそこ、あ、やります、やります、私やります、私やります。15分でなんとかしろって、はい、色だけ。あ、でも全部変えていいです。あ、むちゃくちゃ言うし。15分じゃない、正直なかったら一旦転送してできたら返してもらえます。あ、じゃあそれでいいですか。はい、そうです。あの、もう明日返しますよ。本当ですか。明日何時頃いらっしゃいます。まあでも明日は多分、ごめん、あのね、ちょっと俺の家の前で、ああ、出張台ですね。じゃあ、うん、異空間になってたさ。異空間、ちょ、歪んで帰ってきたんですね。帰ってきたならもうボッコボコになってた、新品だったのに。はいはいはい。でも止まっちゃってね。乱歩、そう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 、乱歩頑張ったのこいつ。頑張った、いや、何もしてないこいつ、マジで頑張ったって。本当に異空間に行ってボコボコになって帰ってきたんだけど。頑張れって、なんだっけ、いや、ついちゃった。そうなんだ。ちょっとやめとくか、ちゃん。すいませんね、本当に。大丈夫ですよ。出張台つきますけど大丈夫ですか。店から出るので。いいよ。よし。ありがとうございます。これ色可愛いですね。銀色。あ、俺のじゃないの、これ。ああ、そうなんだ。いや、マジでなんか修理中に車乗られるとドキドキするんですけど、怖い。普通にダウンするんですよね、修理中乗ったりすると。あ、そうなんだ。うん、はい、ありがとうございました。またお願いします。お疲れ様です、今日も。はい、お疲れ、ま、ありがとうね。ルちゃん、明日ルちゃん起きるかな。